はい、半間岩先生です。で、本当今日はね、いい天気でね、非常にいいなと。こういう幸せないい天気っていうのは、非常にいいですね。とってもいいですよね。いろいろあるんだろうけども、これはどういうのかな。あとね、人間は今日は肉食生物だから、力関係ではもう強引に力かかってきますから、それにね、上の生物だったらそれに対抗できないとやられちゃいますからね。全部人間には味方いないですから、全部今日肉食生物と人間全員がかかってきますからね。それに対してね、私だけしか上の生物、地球上いませんから、対抗しないといけないんだけど、ただ人間全員だけじゃなくて、人間のね、仲間の宇宙生物の今日肉食生物がね、一緒にかかってきます、力ですね。それに対抗できないと、生きていけませんね。で、上の生物なんて重力ということでね、力関係でなければ困るけどね、危なっかしい力関係っていうのはダメなんですね。それは盗みなんですね。なんか意味があってね、力関係で対抗してくるのならわかるんだけど、意味なくやってくるのはなんかそうですね、泥棒とか盗みとか殺しとかやってね、暴れてる人たちですね。それにね、逃げようと暴れ回っている人たちですね。だから、なんせ上の生物だから、一人で人間全員処分できるからね、力がね。だからなんか理論言わなければダメなんだけど、ただ特攻隊として人間は動くからね。それは本当にね、その危ないというか、全部人間処分していいのかということですね。まあ一応スイッチは入ってますけどね、スイッチ解かなければ全部ね、処分は止まんないけども、そういうふうに危ない動きしてる間はスイッチ入ってますからね、自然にね、止めなければ人間全部処分されちゃいますけどね。で、とにかく人間、自分たちというのは何をやってるかって、話しても団体の頭聞かなければ何も話せないし、人間全員頭結集して話したって無能だしね。結局宇宙全体でね、自分たちと同じような頭で、生物というか仲間で話せるわけですね。一人で話すときはね。で、一人では話せないわけですね。で、いつもそんなに団体頭結集して頭使って話したら、全員が働かないといけないんで、宇宙全体ね。そんな疲れるようなことですね。だから人間たちはちゃんと話すような、ことをやめさせてると、仕事の時しかやんしないようにということね。自分が利口だよなんて単独でバカなのに、そうやって集計してやって話すというのも問題があるんでね。仕事じゃないでしょう。これ騙しですからね。よく私に対抗してくるんだけども、人間全員以上で対抗してきて、頭いいような話で理論言ってきてもね、単独パークリンでしょう、全部ね。人間全員の話の結集ですからね。ただ私が勉強されてない時は、私はそう言ったんで、
私に間違いがないようにということでね、その私が勉強中でね、一人だけじゃ勉強できない時は、そういう外れた時は、ね、まあ修正が大事だったんで、宇宙全体の仮想コンピューターの方にね、プログラムしてありましたからね、そういう仕事はさせましたけどね。今強引に話して動かさせるような間違いはないはずだから、私自身ね。で、そういうことは一切ないから、強引な人間たち生物体が動くって私に対して対抗することはないんですよ。だから、その今日肉食生物たちの反乱なわけですね、私にとって、上の生物に対してのね。で、このとこ、そのよく寝ないとね、で、私は自分のためにしかしませんから、普通の人たち、人間たちみたいに共同では生きてませんから、取引はしますけども、全然違う生物ですからね、知能が全然違いますから、人間全員でちゃんとまとめて話しても無能な話になりますから、人間の知能ではね。だから話一切聞きませんけれども、様子は伺えますよね。どういうことで考えて動いているのかとかですね、は分析しますけどね。自分のためでですね、人に教えるためじゃないですね。自分たちの動きは分かんないから聞きたいっていうのは、私の時給高いですからね。人間全員の時給よりか高いですから。ね。金払わない。金人間払わない。